ゼリカンさん、ありがとうございます。ゼリカンたちに私たちの声が届いたようです。ゆっくりでありますが、水かきを左右交互に使ってこちらへ出していきます。今しばらくお待ちください。ペリカンたちが来るまでの間、サンシャイン水族館で飼育している日本版のペリカンについて紹介していきます。ペリカンたち、顔がとてもよく似ていて見分けるのは難しいと思われますが、皆様も一目で見分けていただけるポイントがあります。それは足元についているリンクの色です。青色のリンクをつけているのがシュガー、紫色がペッパー、黄色がタイム、緑色がバジルです。ぜひ皆さんこの機会に覚えてみてください。本日は4羽のうち3羽のペリカンたちが地上の水槽内にやってきてくれます。皆さん可愛らしいお腹も気になるところですが、足元についているリングの色にも注目してみてください。それでは思いのペリカンたちがやってきたところで、ペリカンたちについての説明をしていきます。現在世界中には7種類のペリカンたちが確認されています。その中でもサンシャイン水族館では桃色ペリカンを飼育しているんです。桃色ペリカンはその名の通り、体を覆う羽が薄く桃色になることからこの名前が付けられました。そんな桃色ペリカンの生息地を見ていきましょう。丸で囲ってあるところ、ヨーロッパ、東南アジア、アフリカにかけて広く分布しています。そんなペリカンたち、大きな群れで行動しているんです。時には数百羽、数千羽といった群れで行動しています。一羽一羽とても大きいので、このような写真を見たらとても迫力がありますよね。それでは桃色ペリカンについてのお話は一旦終了して、皆さんお待ちかねペリカンに餌をあげていきましょう。餌は水槽にランダムに撒いていきますので、皆さんペリカンたちを追ってご覧ください。それではお願いします。まずは水槽中央に餌がまかれました。また一瞬で見えづらいかと思うのですが、ペリカンたち実はアジを食べているんです。水槽内にいるケープペンギンにも同じアジを与えているので、ペリカンたちが取りこぼしてしまったアジ、もしかしたらラッキーと思って食べているかもしれません。そんなペリカンたち、一羽一羽餌を食べていますよね。しかし野生のペリカンは違います。野生のペリカンは鳥類の中でも珍しく、仲間と協力をして狩りをしているんです。魚の群れを見つけると円形に囲うようにし、浅瀬へと横み、逃げ場を失ったところを先ほどのように喉袋とくちばしを豪快に使い餌をすくい取るんです。ペリカンたち、今巻いた餌は食べられるんですね。それではもう少しペリカンについてお話をしていきます。先ほど餌を取る際に使っていたこの大きな喉袋とくちばしですが、この喉袋、ゴムのような感触をしていてとても伸縮性があります。飼育員の手でもビヨーンと伸ばすことができるんです。皆さん、この喉袋の中に一体どのくらいの水の量が入ると思いますか？なんとペリカン自身と同じ体重分の水の量が入ると言われているんです。体の大きい子ですと 10kg、 単純計算すると10リットルもの水がこの喉袋の中に入ってしまうんです。皆さん、10リットルというと想像できますか？私たちがよく飲む500ミリペットボトルの20本分もの水がこの喉袋の中に入ってしまうんです。また先ほど餌を取る際に使っていたこの大きなくちばしですが、くちばしの縁にはギザギザとしたものがなく、滑りやすい魚を加えるのには向いてないかと思われますが、皆さん、くちばしの先端ご覧ください。尖っていて鍵状になっていますよね。獲物を取る際や子供を刺す際にとても重要な役割を果たしているんです。突然ですが、ここで皆さんに質問です。ペリカンの鳴き声を聞いたことがあるよというお客様、本日いらっしゃいますか？本日はいらっしゃらないようですね。なかなか桃色ペリカンの鳴き声聞く機会ないですよね。なので皆さんに聞いていただきたく、この IC レコーダーに桃色ペリカンの鳴き声録音してきました。皆さん、可愛らしい桃色ペリカンの姿から一体どんな鳴き声が想像できますか？想像できましたか？
それでは早速聞いてみましょう。皆さん素敵なリアクションありがとうございます。ベリカたち、このような低い声でガーガーと鳴き、仲間とコミュニケーションを取ったりメッセージを伝えているんです。そんなベリカたち、威嚇する際には大きなくちばしを勢いよく開いて閉じることで干潮音を鳴らし威嚇をするんです。それでは皆さん、ベリカについて詳しくなったところで、もう一度餌を食べる姿見たいですよね。餌は先ほど同様水槽にランダムに巻いていきます。皆さん、ベリカたちを追ってご覧ください。それではお願いします。まず私も非常に餌が入りました。先ほどペリカンの喉袋の中には自分と同じ体重分の水の量が入ると言いましたが、ペリカンたちそのままお水を飲み込んでしまうとお水でお腹がいっぱいになってしまいます。そのため水面からくちばしを出す際に水だけを出て餌を食べているんです。こんな器用なペリカンたちを見てみてください。なんか水槽右手側に餌が落ちています。ペリカンたち餌を食べている途中ではありますが、私から桃色ペリカンについてのお話は以上とさせていただきます。イベント終了後、ペリカンたち天空バスに戻ります。天空バスにいるペリカンたちの姿をぜひ観察してみてください。それでは前中ではありましたが、最後までのご観覧誠にありがとうございました。ありがとうございます。水槽の下でご覧になっていたお客様、黒いマットは水槽広報スタッフが回収しております。魔法よろしくお願いいたします。